人口がね、実数がいよいよ減るだろうというところに来ているようでして、中国出生減止まらずと、まあこれコロナでもって日本も出生減起きています。世界的にその傾向があるんですけども、中国の出生減の勢いが猛烈なんですよね。見ていただきたいんですが、この表ね、出生数ですね、ガーンと下がり、バーン上がり、ちょっと下がり、また上がり、下がり、上がりとグッグッグッと下がって、これちょっとね見にくいんですけど、どこまで下がったか、去年ここまで下がってるんですね。ここまで下がってるんですよ。ここですよ。もうこれ1000でしょ。こっち1000万人、2000万人、すごいですね、桁が違います。日本なんてね、100万人生まれるのかどうかとか言ってんのに、こっちも2000万人、3000万人生まれちゃってるんですから、1年でね。ちょっと前までね、3000万、2000万ぐらい言ってたのに、去年なんかもうここですからね、1000万ぐらい、3分の1ぐらいになっちゃってるんですね。ちょっとここ記事読んでいきます。中国で出生数の減少が止まらない。一部の地方政府が公表する2022年の出生数を調べたところ、大半の地域で減少率が2桁に達した。景気の停滞で所得不安が強まったほか、晩婚化も進んでいる。22年通年で1000万人の大台を割り込み、中国政府の統計でも出生数が死亡数を下回り、総人口が減少に転じる可能性がある。中国共産党は21年5月一組の夫婦に対して3人目の出産を認めた。急速な少子化が経済の活力を削ぐと懸念したためで、長年の産児制限を事実上撤回した。それでも21年の出生数は前年比 12% 減の1000飛んで62万人となり、1949年の建国以来最少を更新した。中国では通常、国家統計局が年1回1月に前年の出生数を公表する。日本経済新聞社は、出生データを個別に公表している27の省や市、より小さい地方行政区である区や県を独自に調べた。調査対象は地方行政区全体の 1% 程度だが、共産党関係者は全国的に出生数の傾向に変化はないと語る。公表データは出生の届け出件数や新生児向け診察の受診状況など地域によって異なる。地域ごとに比較可能なデータで前年同期からの変化を見ると、22年も少子化の流れが続いている様子が浮き彫りになるということですね。例えばですね、河南省マイナス 9.5%、 安南省の祇陽市はマイナス 18.6% ですね。青島市もマイナス 12.8% ということで、1年でも 10% とか 18% とかですね、落ちてる地域もあるということですね。10年前にこの番組始まった時から言ってるんですけども、中国は猛烈な人口減少を迎えると。まあ日本も人口減少を迎えるんですけども、それとはもう比較の対象にならない。だって一人っ子政策ですからね。結婚して子供ができても一人までですからね。ですから合計特殊出生率は、ね、1以下ということですからね。なので中国は人類がこれまで経験したことがない猛烈な勢いで人口減少を来たすということはもう10年前から言ってました。10年前の段階は結構まだ人口上がってるんですけど、10年経ってようやくてっぺんを超えて、いよいよそうそうムン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 ってブイーンって上がってムンムンムンってなってますから、ジェットコースターと一緒ですよね。最後あーって感じですね。今度滝を転げ落ちるような猛烈な勢いで人口減少が起きてくる。そうなった時に中国の経済とか体制とかどうなるんですかっていうことですよね。日本も中国に比べると緩やかではありますけども、これから人口減時代に入っていくというところで中国がダーンと行ってしまう。それはただね、経済がだんだん縮小するよねみたいな、そんな弱っちい話じゃなくて、社会構造が猛烈な勢いで変化していきますからね。そんな時に共産党の一党独裁、こういうものがどこまで続くのかという、国体を誇示するために非常に大きな問題になるわけですから、ここはもう中国の弱点ですよね。中国の弱点っていくつかありますけど、この猛烈な人口減少っていうのはいろいろな歪みを生みますので、これは中国の大きな弱点ですよね。さらに言えば、金平そのものが中国の弱点ですからね。誰の言うことも聞かない、たしなめる人もいない。その結果香港でああいうことしちゃうわけですからね。中国はね、いろいろなこの弱点があって、すねに傷もありますからね。そこをいかに日本とかアメリカ、イギリスなんかも含めて生かしていけるかということではないかなというふうに思います。今後もね、中国の出生減によってこの社会にどれだけの歪みがね起きてくるかっていうのも長期的にウォッチしていきたいなというふうに思っております。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。